まれとめねば囲まれてる罠ばけて投げるチョイ憧れてる画面の真似じゃキルボーイ絡まれてる誰止まれのマウン囚われてない誰と誰の上も通れない蹴り込むジムで決めたメッチ決められてるみたいだ枯れた道フローがマネクソのドリーム Everybody walk home I ain't got it money 蹴り止まれ止まるモーション感じしますね。今日はもう見ての通りスタジアムを借りて PV 撮影になります。いやもう 今からあると思うんですけど、ちょうどあると思うんですけど、いややばいっす。普通にやばいっす。映像として面白いものを撮るっていうのが多分第一にあるので、なんかまあ僕らのこう良さも伝えつつ、まだDリーグ見たことない人やブレイクダンスを知ったって人になんか届けばいいなって思ってます。結構エイトロックスとしてもそうだし、Dリーグとしてもそうだし、新たな感じの映像制作に今回はなると思うんで、結構楽しみですね。もうもちろんこう僕らはこう踊るプロとしてこうやってるし、今回こう映像に携わってくれる方々も結構いろんな面でもうプロとして活動している方なんで、まあ、いろんなその今まで作った作品とかもこう見させてもらったんですけど、ぶっ飛んでて、その作品がなんかそれが僕らのこのブレイクダンスとどう融合するのか結構楽しみだなって仕上がりが思います。程よいこう空気感というか、あ、また今シーズンもこうやって始まっていくんだなっていう感覚と同時に、こうなんかでも今までとはまた違うディレクターがシューバーさんになって、シゲキックス君が来て、さっき久々に会って、あ、すごい本当にエイトロックスにシゲキックスが入ったんだなみたいなとか、こうなんか新鮮な感じしたり、まあ、今まで通りのみんながいてこう安心感もあってみたいな、いろんな感情です。もうありやのみたいな強って感じですね。なんかまあ今シーズンルールも変わったっていうのもあって、やっぱしげちゃんのこう存在っていうのは多分今シーズンもう間違いなくエイトロックスの即戦力になる存在だと思うので、僕まだ一緒に踊ったことないんですけど、エイトロックスでは楽しみです。シーズン2の時に SP ダンサーとして入ってくださっていて、また一緒に踊れるのが まず素直に嬉しかったです。なんかその時はこうやりきったのに負けてしまったので、その時の悔しさをまた今シーズン作品一緒に出る作品の中でこう晴らしていけたらいいのかなって思ってます。オリンピックに向けてこう本当にストイックに努力されてきた方なので、この間のオリンピックでこう一般の方とかもこうブレイキンを知る機会っていうのが多分一気に広まったと思っていて、オリンピックに出ていたシギちゃんが、まあ、エイトロックスに入ってくれるってことで、なんかまたまだエイトロックスを知らなかった方々とかが、こういうチームあるんだ、あ、Dリーグっていうのあるんだみたいな、なんかそういう風にこうお客さんが増えたりとかファンの方が増えたりこうしたら、なんか相乗効果というかお互い、なんかそれもまた楽しみだなって思いました。この度 Dリーグ2425シーズンから後世エイトロックスのレギュラーメンバーとして新加入しました B-BOY のシーキックスです。よろしくお願いします。
まあ、やっぱり本当こうこれまでにない大舞台だったので、まあ、その会場の雰囲気だったり熱量もすごく感じましたし、何よりも自分がこう人生で立ってきたステージの中でも本当こう一番と言っても過言ではない、そんな気持ちのいい自分にとって特別な空間と経験だったなというふうに思ってます。すごく楽しかったです。まあ、あの SNS でも皆さんのご活躍を追っていましたし、まあ、D リーグでのご活躍もたびたび目に入ってくるものなんで、もう僕がもちろん応援しているので、日常生活の中で皆さんのご活躍はひしひしと伝わってきてました。まず率直にすごく嬉しいなという気持ちが強かったですね。やっぱりこう皆さんがこれまで培ってきた、築き上げてきた後世エイトロックスの経験であったりとか、チームワークも含めてすごくこう結束されたものがある中で、こういった形で僕が新たに加わることを心よく受け入れてくださる、むしろオファーしたいと、そういうふうに思ってくださったことにまず僕はすごく嬉しいなという気持ちでいっぱいですし、まあ、これをこう加入というところがピークではなく、これから皆さんと共に活躍していけたらなと思ってます。各々地元帰ったり、まあ、自分も沖縄帰ったんですけど、結構長らく休みもらえて結構リラックスできました。地元戻ってそのダンス その楽しさだったり、あ、やっぱダンスっていいもんだなっていうのを改めて地元の仲間と一緒に練習して、はい、ちょっとリフレッシュしてきましたね。もっともっとこう D リーグにコミットした、なんか自分たちがもっと合わせに行って勝ちたいんで、そこにどんだけこう D リーグに寄せられるかっていうのは、そこがもうちょいだったのかなって思うんで、まあ、一人一人が進化してまた集まってさらにいいものが作れると思います。はい、あ、テープの無駄、はい、了解です。はい、ワン、ツー、シー、フォー、ファイ、シック、セブ、エイ、ワン、ウうん、怖いね、なんかこうスローって怖いですよね、うん、全て見える、ね、昨年は前ディレクターのかくちゃんが卒業するということでめちゃめちゃ気合い入ってたんですけど、惜しくもあのね、結果が出せなかったので優勝できなかったので、まあ、もう本当に今シーズンは絶対に王座奪還という目標を掲げつつ、レギュラーシーズンもちょっと1位狙っていきたいなっていう次の目標ですね。僕らが出せる全てを出してこう負けたんで、なんかすがすがしいって言ったらあれなんですけど、ここまでやっても負けるんやったらまだ俺らの実力が足りないんやなっていう、なんかうまく消化もできたっていうか、なんかそのためにはやっぱもっと今シーズン強くならんといかんっていう、なんか次の目標にもなったし、今シーズンに向けてのまたいい刺激な1年になったかなって思います。昨シーズンはタイトル曲を聴けずにチャンピオンシップ終わってしまったので、それがかなり自分としては悔しかったので、2425シーズンではしっかり最後僕たちのタイトル曲が流れてシーズンを締めくくれるように僕たちも頑張っていきたいなっていうふうに思っています。1,2,5,6,7,GO! 楽しいですよ。まあ、本当僕がカメラの前に立って踊るときは全力でしっかりかっこいい姿見せつつ、こう自分以外のメンバーが踊っているときに盛り上げるのも一個ちょっと参加しているような気持ちで全力でやってます。新メンバーとして新参者っていうんですか、すごく居心地も良くて、まあ以前に SP で参加させていただいたことがあるっていうのもかなりありますけど、すごい楽しいです。まあちょっと今日は暑いんで、皆さんのちょっと体調だけ気をつけつつ最後まで駆け抜けたいと思います。Let's go!
前半ラストカット。どっから行くのか。11、12、13、14、15、6時間。この座席系取ったら休憩入れます。ぶっ続けでやってますよ。エイトロックス。今シーズンのタイトル曲は何をしでかすかわからないちょっと不穏な空気もありつつ、まあ、コース8ロックスはやっぱり爽やかな部分もあるので、まあ、前半と後半でその表情が変わるようなタイトル曲になっているので、ちょっとまた去年とは違った意気込みで D リーグに臨めそうだなっていうふうに感じました。2324シーズンに引き続きプロデューサーがデッドストック、そしてラッパーがテイダスト、そしてスパーダ、そうですね、いい感じにできてるんじゃないかなみたいな。スタジアムをね貸し切らせていただいて、うん、自分のアーティストとしてのミュージックビデオでもやっぱりやってこなかったことだし、うん、ビルの屋上のヘリポートみたいに、うんうん、いやもうさすが、さすが新しいね、うん、2人が見えたんじゃないかなって思いますけどね。すごいそうだ、ありがたいし、うん、楽しいです、うん、ビートはもちろんそう、彼が作って、ケニー君からなんか見えない壁と戦ってる人みたいな、その何て言うんだろうね、そうみんななんかその何か壁あるけど、その他人から見たらそれは壁に見えないかもしれないしみたいな、うん、そういう壁との葛藤とかを葛藤しみたいなのを、まあ、そう言ってもらってて、でもなんかそれは俺にも多分当てはまる部分あるしみたいな。そうですね、なんか自分が歌詞を書いてる中で、うん、こう見えない壁に阻まれてるやつがいたとして、そいつを引っ張って一緒に行くぞって感じなのか、お前置いてくから俺行っちゃうからみたいな感じなのか、どっちですかねって聞いたら、置いてっちゃう感じですねっていう、そういう言葉をもらって、なるほど OK っす、うん、じゃあもう置いてっちゃいます、うん、あのビートチェンジ後のところとかも、見えない壁に阻まれて致し方なく諦めかけている彼に投げかける言葉はない。おー、そう、パスミーダーもらって前シーズンは割とこうパーっていうちょっと開けたイメージ、今回はもっとこうカッとこう気が引き締まるというか、うん、まあ、ドープさというかクールさみたいなものを、まあ最初の前半部分ではやらせてもらって、その後はもう解放と、僕はね2324から結構携わらせていただいて、はい、2人にもテーマソングラウンド1キルナーでねもらって、去年3位っていうね、ちょっとこう、うん、ちょっと悔しい結果、うんうん、終わってしまったと思うんで、今年は1位取ります、取ります。こんにちは、新しいディレクターに就任しましたシューバンと申します。まあいろんなところでお伝えはしているんですけども、オリンピックが終わり、ブレイキンの新しい時代となりましたので、またこのエイトロックスもその時代に乗り、新しいブレイキンを作れるこの一つのチームとなれば最高だと思います。 D リーグのみならず世界に羽ばたく構成エイトロックス、
引き続き応援お願いいたします。そして今シーズンお願いします。もう今回はあの特に毎回の MV とはまた違ってロケーションも新しいところになってますし、しっかり自分の得意技だけしっかり見せてもらったりとか、僕らが得意とするルーティーンをすごい雰囲気いいところで撮ったので、今日めっちゃ朝早くから入ってるんですけども、いいところめっちゃ撮れて本番完成が楽しみですね。今シーズンはやっぱ去年のあの流れすごい良かったので、去年のいい部分は崩さずにちょっと進化というところでデッドストックに今シーズンもお願いをしまして、あの聞いてもらったら分かると思うんですけども、今年も昨シーズン負けないような最高のタイトル曲になっております。超えてきましたね。あの正直自由に作っていただいて大丈夫っていう注文がもう主で、あとはブレイキンがやっぱ踊りやすいようにローテンポからハイテンポ、いろんなちょっと場面を見せたいっていうのを一応注文させていただいて、あとはもうラッパーはいつも通りあの最高のお二人に頼んだ状態で自由にやってもらっていいっていう注文をしたので、もう予想を超えてめちゃくちゃかっこいい曲になります。一般の方だったり、まあ、ダンサーもそうですけど、見やすいっていうか分かりやすい項目かなとは思います。幅広い年齢層で D リーグを見てくれる方が増えたからこそ、なんかその新ルールがこうどうまたいろんな人にこう分かりやすい風にこうなるのか、なんかこうルールとしてどうなっていくのかがまた楽しみです。シンクロね、シンクロってあれってあの全員踊らないといけないんですよ、そのパートのところは。なんでね、より一層ミスもできないし、結構顔の向きだったり手の形だったりはみんなちょっと頑張っていかないとなっていうのはあります。結構ブレイキンって結構個の力が強すぎるんですよね。ちょっと癖があったりとか、そこをねちょっと誰かのそのフットワークの形をしっかりとコピーして見せていかないとちょっと勝ちにつながらないのかなっては思いますけどね。まずブレイキンでシンクロっていう自体がもう皆さんが想像しているよりも相当難しいんですよ。ブレイキンには右回り左回りっていうのがありまして、体の軸がまずそもそも練習してきたのが違うので、でそこに合わせていくっていうことがまず難しいのと、一つのその技の質もスピードだったり、そこも合わせるのが難しいです。そのために練習してきてないんですよ。基本バトルメインなんですよ。バトルで勝つために僕らは練習してきて自分の技を磨いてきてるので、いざそのショーケースでシンクロってなった時にそのために練習してきてないんで、その練習をしないとちょっと難しいなっていうのがありますね。昔からしてるんですけど、やってきてない子たちはさらに練習してます。みんな気づかないでしょ、あれ左回りなんですよ、フットワーク合わせ、けど俺右回りなんです。あそこまでクオリティ上げないといけないので、そこもねチェックしながら、エイトロックス見ていただくと、わすげえなって改めて思うと思います。今シーズンテスト内容を各々トップロック、フットワーク、パワームーブ決めて、それをひたすらやるっていうのをやってたんですけど、本当に体力面もそうだしハードでしたね。もう本当に酸欠になるぐらいずっと踊ってたす毎日。ブレイキンってこう左右の得意不得意があると思うんで、他のジャンルよりもやっぱり苦労するところあるかなって思うんですけど、その反面やっぱりブレイキンって誰もができない動きだと思うんで、そこの動きをバチ揃えするとどのチームにも出せないエイトロックスの強さは出るかなって思います。だから本当に難しい分強くなる感じですかね。シーズン1からこのチームにまあ在籍してまして、思ってることはやっぱりこうブレイキンってすごいことをやってて、本当に一個一個の作品負けないぐらい本当にすごいことやってるんですけども、まあ、それが伝わらなかったりとか、やっぱりこだわりが強くて見せ方がうまくいってなかったりとか、やっぱ自分たちのこの弱いところだったりとか弱点をしっかり克服した上で、今シーズンは誰にでも分かるようなブレイキンをしっかり見せつつ、あとはやはりオリンピックの流れもあってですね、あのシギックスが入ってきて、シギックスのこの個人スキルもこの重なって、相当今シーズンのエイトロックスは総合的な部分で強くなっていると思います。なので D リーグのまあもちろん総合優勝は当たり前として、他の D リーグ以外の場面でもやっぱブレイクダンスの可能性を広げるためにどんどんチームとして上がっていくのが僕の仕事、僕の役目だと思いますので、エイトロックスをより多くの人に知ってもらって、ブレイクダンスの魅力をこのエイトロックス発信で知ってもらうような、そういう大きな目標を掲げてますので、今しかできないこと、まあ、これを僕ら今一生懸命やっている形です。新たな
新メンバーも加え、ディレクターも変わって、新しい8ロックスが見れるんじゃないかなと自分の中でも思っていて、いろんなことを吸収しつつ、成長しつつ、他の活動も頑張りながら、こう自分に合ったやり方で成長していければいいなと思っています。そして絶対に優勝します。ショーケースというスタイルであったり、よりこうパフォーマンスというダンスの見せ方、僕はこれまでやってきたものとまた少し一味変わってくる部分もあると思うので、僕がそこに合わせに行くというか、新たな挑戦をするのももちろんですけど、逆に僕が これまでずっとやってきたバトルシーンで何か8ロックスだったり D リーグに革命を起こせたら嬉しいなと思うので、僕は今までやってきたこのバトルシーンで培ってきたものを、新生構成8ロックスに持ち込んで、それが D リーグの現場で爆発できたらなと思ってます。優勝目指すと、もう昨シーズンのチャンピオンシップの時からもう誓ってるので、もうあの悔しさをもうずっと忘れてないんで、またチャンピオンシップに戻ってあそこで優勝して、最高のシーズンだったなって言いたいです。このカメラに絶対言います最後のシーンですね。今日は、まあ、長いっていうのもあるんですけど、やっぱ炎天下なので、まあ、きつかったですね。でも出来上がり楽しみです。頑張ってください。行っとるといい。Spark will continue, but I'm always just